写真拡大。巨人の原辰徳監督61が7日、千葉県勝浦市の国際武道大で特別講義を行った。スポーツ戦略論2の授業科目で学生や地元勝浦市の中学生の学生に重圧に打ち勝つ方法などを年末年始は母校東海大のラグビー部や箱根駅伝での活躍を喜んだ。箱根駅伝では昨年初優勝を飾った東海大。今年も優勝候補に上がったが、青学大が優勝し2位に。まあ、青学大はあっぱれだね。いい勝負はしたし、ただ、勝つべくして勝つというのはやっぱり難しい。2位という数字は素晴らしい数字であるけど、1位を取れなかったのは勝負の厳しさがあるでしょうと、戦いの難しさを痛感した。